この合宿での頑張りだったり前向きな姿勢だったりを見てもらって、難しい振りだけど踊れたらすごい楽しいので楽しかったです。なんか思ったよりもめちゃくちゃ振りがきつくて体力がもうグダグダでした。先に所属したメンバーとかいて悔しいから、悔しいと思ってる分ここで発揮して、なんかオーディションの時よりなんか難しかった気がします。悔しい。やっぱり昇格したかったなっていう気持ちはあります。最初のあのネモハモルーマを踊った時はもう足が棒になるみたいで、もう本当動かなくて、で他の曲もしたんですけど、その足がもう痛くて、でもなんて曲げたりもちょっときつかったんですけど、あのレッスンの時でも本番みたいに やろうと思って頑張りました。でもやっぱり今日初めてネモハモルーマすごい難しいってなってましたね。結構 AKB48 さんとかの中でも難しいって言われてる曲だから、なんかその課題曲が来た時もびっくりして踊れるかなって思ったんですけど、頑張って覚えて踊れてよかったです。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、セブン、エイト。今日やった曲は足を高く上げたりしたりするところがたくさんあるので、足が痛くなった時とかに全然上げられなかったりして振りが遅れちゃったりしたりして大変でした。体を伸ばせなくなっちゃって、こうしたら痛くなっちゃうんですよ。でジャンプとかしたらってなっちゃって、でもう踊れないなって、もう痛すぎてどんどん差ついてるし、やっぱ焦るよね。でもね、難しいからめっちゃ悔しい。やっぱり6期生は元気でめっちゃ個性が溢れてるので、それを活かした他の公演にはないような感じの雰囲気にできたらなと思います。なんか若々しい姿というか、もう今しかできないキャピキャピした姿だったりとかをこの公演で見せれたらいいなって思ってます。めっちゃ飛び跳ねたりとか元気に、なんか今までは結構あんまり個性がないというか、それが悩みだったので、なんかどうだろう、まあ、研究生公演が始まるから、そこでまだ自分の個性が何かはちょっとよく分かってないけど、自分をどんどん出していける機会にしていきたいなっていうふうには思ってます。はい、ファンの人も目につくところにいると思うから見つけてもらって、なんかダンスとかの技術面も上げたいなって。
思います。最近ちょっと体調があまり優れないんだよねっていう話をしてくれてたので、あんまりそうやって体調が悪くなった時とかはいつも連絡を何でもしてくる方ではないけど、こうやって言ってきてくれたから、よっぽどなんか大変というか大丈夫かなっていう心配がありますね。すごいいつもレッスンの時とかも覚えてこなきゃいけない振りとかあったりしても、なんか誰よりもちゃんと覚えてきてるっていうイメージがあったから、それを感じさせないうららもすごいなって思ったし、でも逆にそれに全然気づけなかったのもちょっと後悔というか悔しいなって思います。足練習してる時に足をやってしまって靭帯をなんですけど、でも休んでるのはめっちゃ不安なんで、見たりとか上半身だけだったら自分でもできることあるので、来てちょっと勉強しようと思って来ました。一緒に参加できなかったのが悔しいし、でももちろんうららが一番悔しいと思うし、でもその熱量は私は知ってるから大丈夫だよっていうのは伝えたいなって思います。なんか フェスとかもいっぱい出してもらったのに、そのデビューもうまくできなかったり思うようにできなかったりするのが悔しくて、でも不器用だからこそ毎公演頑張ってきて、でもその発表の段階でまだ積み重ね足りないなとか、大人の方々の信頼を得るためにもまだまだ積み重ねが足りないなって思うことがあるので、ファンの方々もたくさん応援してくださって協力してくださって、やっぱり昇格したかったなっていう気持ちはあります。なんか結構本当に毎日悔しくっていつの間にか泣いちゃうみたいな時もあったりしたりでしたね。結構思い出したらなんかすいません悔しいまだ自分には足りてないところがいっぱいあるんだなっていうのが分かったし、だからさらに前よりも頑張ろうっては思いました。だから結構前向きな気持ちに、それがあったからこそ今前向きに頑張ろうって思えるところもたくさんあるので、よく、まあいい部分もあったりもします。はい、私の中ですごい大きな出来事というかだったので、多分この気持ちは忘れることがないかなって思ってます。一緒にめっちゃ自信があるみたいな。ないですね。みんなで頑張りたい。頑張ります。はい。いやすごいです。ドキドキずっとしてます。ねドキドキするね。心配そう。しっかりした大森さん今日見せれるように頑張ります。よろしくお願いします。
いつも応援してくださってありがとうございます。私も皆さんのことを応援できるようにこれからも全力で頑張るので見ててください。ファンの皆さんの言葉とかに何度も救われたりしてて、私たちが皆さんを笑顔にしてると同時にファンの方が公演に来てくれたりとかして、すごい私たちも元気もらってるので、これからも私たちも頑張るので一緒に応援してくれたらなって思います。本当に嬉しい言葉をいつもいただけてるおかげで、コールとかもいつも本当に頑張れてるし、これからもファンの人たちのために頑張っていきたいなと思うし、ファンの人たちを喜ばせれるようなお仕事を、ね、できたらいいなと思います。公演の時とか打ち合わせとかペンライトとか振ってくれるし、なんか SNS とかもなんかちゃんと見てるので、これからもお願いします。これからいろんなこと経験して、なんかダンスが上手なさあちゃんとかカレンとかに聞いて頑張りたいと思います。公演とかがやっぱ私が出演するたんびに、初出演の時とかはやっぱりたくさん喜んでくれたりとか、コールたくさんしてくれてありがとうございます。みんながちょっと落ち込んだりしてても、あの SNS で大丈夫だよって言ってくれてめっちゃ助かってます。ありがとうございます。毎日配信をしていて、その毎日配信で朝5時とかからやっても、はんちゃんが配信やるから起きたよって言ってくれる方もいて、たくさんいて、公園にもはんちゃんっていううちわをたくさん持ってくださる方もいて、本当に私のファンの方には本当にめっちゃ感謝してます。ありがとうございます。悔しいこととか、なんかまあ嬉しいこととかもですし、それにいつもなんだろう、反応してくれて、いつも応援をしてくださって、本当にファンの方たちの力にすごく救われたことが何度もいっぱいあります。なのでこれからもたくさん思い出を作りたいので、これからもよろしくお願いします。お願いします。大好き。いつも応援してくれたり、公演とかにもうちわ作ってグッズも買ってくれたりしてくれて本当にありがとうございます。ファンの皆さんがいるから私は元気に公演とかに出ているので、これからも応援し続けてくれると嬉しいです。他の人とかにダンスがまだ追いついてないと思うから、たくさん自主練してセンターで踊れるように頑張りたいんです。昇格の発表があった時に応援協力が足りなかったとか、これから頑張っていこうねとかいろいろ言ってくださるんですけど、私も足りない部分もあるので、これからも引き続き頑張って成長して、これからも皆さんと成長して楽しい思い出をたくさん作っていけたらなと思います。これからも応援よろしくお願いします。皆さんに先行上映をさせていただきました。はい、皆さんどうでしたか？ただ今急に決定成功があるという発表があったので、驚いている方がほとんどだと思うんですけど、ね、ちょっと
とこれから頑張らないとね。はい、HKT48 研究生希望のつぼみ公演の詳細は公式ホームページでアップされますので、ぜひご覧ください。ご確認お願いします。はい、今一生懸命準備をしているところになります。はい、この公演で研究生のこの今いる研究生のメンバー一人一人の個性を今まで以上に届けられるその公演にできたらいいなと思いますし、そこでたくさんの力を新たにたくさん蓄えて、たくさんたくさん蓄えれるような公演を作っていけるように頑張りたいと思います。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。なので皆さん HKT48 研究生の希望のつぼみ公演絶対に来てください。お願いします。お願いします。待ってます。ありがとうございます。で今日ようやく研究生公演の発表があるということで、今までね、まだ内緒に準備を進めてきてたので、ようやく発表ができて、なんかいよいよ始まるんだなっていう感じは、ね、10月1日ももうすぐ、ね、本当にもうすぐ、だからファンの方は多分びっくりだし、結構もうすぐだし、ね、多分いろんな気持ちで多分楽しみだなって思ってくれてる方も多いと思うので、それに向けてまだ日数もあるのでちょっと頑張って初日研究生すごいってなるように、期待を超えていけるようにできるように頑張りたいなって思ってます。はい、予定調節もお願いします。すごかったね。嬉しかったです。おめでとうってね、いっぱい言ってくださった。以上にわーって結構言ってくださったから、すごいなんかそれだけなんか期待をしてもらえてるのかなと思うと嬉しかったね。どうだった、さーちゃんとか。ね。どうだった。ね、もう発表されたからにはもう公演があるわけだし、もうあと半月しかないっていうことで、ちょっと詰め詰めだけど、もう精一杯、まあ、できる自分ができる精一杯のパフォーマンスができるように。みんなで協力してね、練習していいものができるようにやっていこうと思います。なんか改めてさ、こう見るとね、みんな一人一人思いがあるのは、まあ分かってはいたけど、改めてさっきの V を見てちょっと思ったから、頑張ろう頑張ろうってなった。結構真剣にやってたんですけど笑いが起きちゃっててちょっと心配になったんですけど、次はねかっこよくて笑いが起きるぐらい逆にね、かっこよすぎて面白い、すぎて面白い。それ目指して頑張ります。10月1日から研究生公演始まりますが、お楽しみにしててください。絶対来てね。